純粋に本当にサッカー楽しいなっていうものを、ボール一つあってこんなに楽しいことないなっていうことをね、なんか気づいてくれたり感じてくれたら嬉しいなっていうふうに思って、やっております。元日本代表の小野伸二さん、現役時代はオランダ、ドイツの一部リーグでも活躍し、去年引退しました。小野さんが今年 J リーグと共に始めた取り組みが、全国を回って小学生にサッカーを教えるスマイルフットボールツアーです。東京、沖縄に続いて明日の岡山が3回目です。イベントではサッカー教室だけでなく、近年の気候変動などについてみんなで考える時間もあります。将来的に子どもたちがやっぱサッカーできる環境、スポーツをできる環境っていうのがね、あり続けてほしいですし、全員でこう今回のそのサステナブル気候変動についての話もね、していきたいなというふうには思っています。岡山には2年ほど前にもサッカー教室で訪れたという小野さん。津山市出身で日本代表の佐野海舟選手。その弟で小野さんもいたオランダ一部リーグで活躍する佐野皓大選手とも出会ったそうです。アジアカップもね、見ていたので、その兄弟があの時いたんだなと思って、すごく感慨深かったですね。岡山からそういう日本代表であったり世界に、羽ばたく選手が生まれてくれたら、岡山自体もね、すごく盛り上がると思いますし、そういう何かのきっかけっていうものを、僕自身が少しでもね、そこに子どもたちに影響を与えられたら、嬉しく感じます。明日のイベントの募集はすでに締め切っていますが、今後香川でも教室が開かれる予定だということです。